大分県中津市大技大邸にあった地方競馬の競馬場。2001年、中津競馬場は21億円以上の累積赤字を理由に急遽閉鎖、廃止された。廃止の表明は当時の市長であった鈴木一郎が2001年6月3日をもって廃止することを突然発表し、しかもこれにより職を失う。 者たちへの保障をしないことを表明したことから大きな騒動に発展したが、競馬議会も廃止を承認した。以後、追随するように競馬開催を廃止する自治体が次々と現れ、結果的に中津競馬の廃止が平成期の自治体の公営競技整理の端緒となった。折しも佐賀競馬場、荒尾競馬場との三場で独自の競争を格付け、 九州グレードを導入するなど、相互の連携を強めていた矢先の出来事であった。また当時のリーディング上位上連騎手ありますみを、人気女性騎手の小田部きといった一部の競争場、関係者の遺跡受け入れが行われるなど、前述の二競馬場以外にも少なからず影響を及ぼした。中津競馬場の跡地には、公園の造成が計画されていたが、公費は、 中津競馬の累積赤字をはるかに上回る40億円希望とされていた。結局競馬場の跡地には大帝公園や大発九州アリーナなどが整備、建設された。発売、発売なし当初、中津競馬場の開催は2001年6月3日までとされていた。しかしゴール判定写真を行う映像業者との契約が更新することができなかったため、4月から6月の 開催日程が発表されていたにもかかわらず、2001年3月22日の開催を最後に閉鎖された。このため、平常に伴うセレモニーなどの類は一切行われず、中津競馬の歴史には唐突に幕が下ろされることとなった。高知競馬という仕事イコール第3部イコール夢の後、ルローキ、13、講演家に40億円、関係者、やっぱり、やりきれんです。 ウェイバックマシンハット後に、マスダ競馬場でデビュー、同年8月に、荒尾競馬場の所属となった。ありがとうございます。